こんにちは、ひかりです。今回はハードオフに5店舗行ったので、こういう品紹介をしたいと思います。今日はね、5店舗行ったうちの1店舗目の購入品紹介ですね。まとめて紹介すると長くなっちゃうから、そう、編集するの大変だから。じゃあどれから紹介しようかな。あ、もうじゃあ今までずっとハードオフ巡りしてて探していたものです。ジャンクコーナーにはね、たまにしかなくて、しかもあっても高いんですよ。それがババン、こちらです。一脚、もうね、憧れの一脚。まあ、使う用途ね、自撮り、んなんかね、あんま用途はないんだけど、とにかく今わかんないけど、なんとなくでも昔から欲しかったんだよね。 YouTube 始めてからずっと。これスリックの一脚で、型番はね、ちょっと待ってね、型番がね、あんまよくわかんないな、これ。そう、ここがなんかちょっと使い古した感はあるけど、まあ、全然使えるし、こうなんかね、3段階伸ばせるから、うえーい、うん、かっこいい。なんで欲しかったかな、まあ、ずっと探してた。とにかくこれなんとね、値段が2月入荷のこっちか、324円でした。はぁ、1脚ゲット。ちなみに540円でも、シックじゃなくてベルボンかなんかのね、やつもあったんだけど、ちょっとこれよりも状態悪くて1月入荷で500円だったんで、普通だったらそれでも安いんだけど、まあ、これを見つけたんで、まあ、1個でいいかなと思って買いました。一脚ですよ、皆さん。一脚。あー、やった。まあね、自由運台をつけようとは思ってます。自由運台はね、もうハードウェア探してるんだけど、安くないからいいのはね、だから Amazon の Amazon ベーシックのやつを買おうかなとか思ってます。次も三脚関係です。ていうか三脚ですね。こちらです。じゃじゃん。めっちゃしっかりしたベルボンの三脚で、ライト450の D ってやつで、Amazon ではちょっと出てこなかったんだけど、まあ、一応ね、全部壊れてなくて、まあ、ここのね、なんか、ゴムかなんか取れてる可能性はあるけど、これは元からないんかな？多分ね、取れてないんだと思うんだけど、まあ、ここね、一応使う分にはこうやって固定して、まあ、ここも固定して、ここも固定したりとか、まあ、全然問題ないので、はい、このしっかりした三脚欲しかったんですよね。YouTube 始めてから初めて買った、 Amazon で買ったね、結構安い三脚がね、ここの部分が割れてて、なんか、まあ、一応止まるっちゃ止まるんだけど、まあ重いカメラとかだとちょっと不安定だから、 NX5R とかつけるとき不安だったんだよね。このしっかりした三脚をね、ゲットできました。ベルボンだしね、うん、運台も良さげ良さげ。まあ、YouTube やるにはね、YouTube やるとき、まあ、みんなスマホ持ってると思うけど、唯一必要な機材を聞かれたら、三脚って答えますね。はい。ちなみにこれも2月入荷の324円でした。イェーイ。これ結構でかいんで、わかるかな？もう、しっかりしてるんですよ。次はね、カメラコーナーに、まあ、あの、フィルムカメラコーナーにあったかな、これは。三脚コーナーじゃなくて。こちらですね。はい。よくわかんないんだけど、まあ、ミニ三脚ですね。ミニ三脚。テーブルトップ三脚。まあ、108円なので購入してみました。まあ、またね、これは開けて詳しくちょっと見ていこうと思います。そして次、電卓ですね。OK。電卓、じゃじゃーん。動作確認はちゃんとしました。だいたい大丈夫っぽいんですけど、2月入荷324円のシチズンの DE402 っていう、こういう電卓です。めっちゃ綺麗で手帳型のやつなんだよ。まあ、この綺麗さで324円は良かったかなと思います。まあ、本当はね、100円で探したかったんだけど、なかなかないし、こんないいのは。うん。まあ、ちょっとね、電卓はずっと欲しくて、あの、自分の部屋で使う電卓を今別の部屋で使ってるので、まあ、ちょっと、ちゃんと使える電卓が欲しかったんで、ちょっと、もう300円なんですけど、買っちゃいました。まあね、正直安いと思いますよ。ソーラーです、ソーラー。次はね、新入荷ボックスで見つけたものです。こちらです。ソニーのサイバーショットかな、うん、デジカメ、古いデジカメですね。はい、一応ね、これはね、単三電池、4本かな、確か、単三電池4本ですね。よいしょ、開くかな、開いた。あ、嘘、単三電池2本で動きます。だからバッテリーの心配がないので、中古とかジャンクで買っても問題ない。うん。ちなみにね、あの、記録媒体がメモリースティックなんですけど、まあ持ってるんで、あの、全部パソコンに入れるやつとかも、うん、まあ108円2月入荷ということで、あの、見た目も綺麗なんで、多分動作するんじゃないかなと思います。こういうデジカメね、結構面白いシーン撮れたりとか、まあコレクションにもいいし、あ、コレクションしちゃってるな、また楽しいと思います。じゃあ次ね、次はね、 CD ですね。
あ、この2つは侵入化ボックスにあります。あ、じゃあこっちは侵入化ボックスか。はい、こちらですね。ケミストリーの 1×1 っていうね、俺が持ってなかったケミストリーのアルバムですね。はい。まあ、ちょっとわかんないです、これは。うん。SACD ではないと思うんだよな。次はね、まあ、普通の CD コーナーにあったんですけど、これは2月入荷で、多分新入荷ですね。林原めぐみ、エンフレーゲルっていうね。うん。まあ、僕が持ってなかった林原めぐみの CD なんですけど、結構見た感じね、なんか、うん、知ってる曲ばっかっていうか、このね、ホロノプラネットとか、なんかファイファイ2だけど、このね、なんかもう iPhone に入ってるよっていう曲ばっかなんだけど、このアルバム自体は持ってなかったし、なんか新品だし、なんか初回特典、なんか初回特典もついてるし、全部。うん。まあ新品なんで、108円なんで、いいと思います。じゃあ今日ラスト CD です。ババーン、10枚セット、10枚こうまとめてビニールでくるまれて108円なんですけど、これを買った理由はこれですね。2人セゾン、欅坂46、2人セゾン、これを単純に聞きたかった。今ね、不協和音と、あと最初のなんだっけ、ドゥ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 、名前忘れちゃった。ちょっと動画撮ってるから急に出てこないんだけど、まあ、最初のやつと、最初の曲と、不協和音は、持ってて、めっちゃ聴いてるんですよ。やっぱ、両方いい曲だから。二人セゾンもね、多分いい曲だと思うんで、絶対聴きたかったんで。まあ、これだけで100円でもまあ、あるかないんだけど、まあ、パンチがないじゃん。それで他のもいろいろついてる。他のはね、アルバムとかついてるんだけど、まあ、それもね、出会いなんでね。うん。ちょっと他のほんと知らない人ばっかなんだよな。まあ、ミヒマの GD とかは知ってるけど、うん。ちょっとわかんないんだけど、こんな感じで、はい。いやー、うん。これもね、新入荷ボックスだったっけな、確か。うん。結構売れない CD をね、まとめてあれしてましたよ。うん。はい、ということで今回の購入品は以上です。あ、以上っていうか、1店舗目はね、他の店舗でもまだいろいろ買ってるんで、よかったらね、まあ、ご覧ください。まあね、僕のチャンネルではね、ハードオフ系をね、これからちょっとバーっとやっていくんで、よろしくお願いします。スリックの三脚じゃなくて一脚、320円。いやー、探したら、いや、あるね、やっぱ320円でも、はあ、これはまあね、気をつけなきゃいけないのはこれ雲台つけないと、まあ角度つけられるけどね、こう置いて使うように、まあ自撮りするのに雲台ないときついよね。はい、ということで一脚とか買いましたっていうハードオフの購入紹介でした。よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。Please subscribe.